やばい、時間がない。ちょっと中途半端なカスタマイズになっちゃった。2022年5月28日のことです。やっていきます。なんだこの部屋、なんかスーパーファミリーコンピューターレインボーロードを選ぶ人が多いんだけど、友達同士でみんな楽しくやってるみたいな感じなのかな。はい、選ばれました。今日は笑うセールスマン期間限定で全話見る方法をちょっとね言おうと思います。まあ今ね2022年5月28なんだけど、 YouTube でね笑うセールスマンなんか公式チャンネルさんがね、はい、あのプレミアム公開でね全話期間限定で全話見れる設定にしてるんですよね。今放送してると思う。で今私がこの動画走ってる時は第2話ぐらい多分放送されてる感じだと思うでこうやって走りながらマリオカートやりながらね、キノピオさんの方が早く切れるでしょ。こんな感じ。おー、1位のこのメリオンの人早いねで、あの概要欄にさ一応リンクを貼っておきます。だから普通に見れます。そこからよかったら見てください。で期間限定だからね、私この動画はね今後もちょっと投稿してるからねチョメさん見れませんって言ったけど、この私が動画を投稿したばっかりのね頃の情報でございます。ここにバナナいい感じに置いてあるね確かね6月5日ぐらいまで見れると思う。2022年のね6月の5、まあ、ちょっと間違ってたら概要欄にねちょっとまたちゃんと補足を書いておきます。で今プラットフォームの女っていう第1話のやつがこうやって今第2話ぐらいですね後ろからカコーラ飛んできた。でそれをちょっと言いたくて、このモグロ福蔵のミーでね、しかもこのモグロ福蔵のミーね、あの昔ね私生放送で走ってた時があるんだけど、その時はモグロ福蔵って誰ですかとか知らない人が結構いたんだよね。最近6ヶ月以上ぐらい前かな、笑うセールスマンの公式アカウントがさ、なんか毎日1話ずつ公開してからさ見れるようになってから、なんかもう最近の子でも知ることっていうか知ってる人が結構出てきたんじゃないでしょうか。他にもねプロゴルファー猿とかね、私見たことなかったんだけどさ、あの見てからさめちゃめちゃ面白かった笑うセールスマンの公式チャンネルのチャンネル概要リンクからさ、他のなんかプロゴルファー猿とかさ、あと忍者ハットリくんとか怪物くんとかなんかいろいろ見れるんだけどね、ちょっと興味のある人は見てください。私最近本当チョメアニメにハマるっていうなんか動画も出したと思うんだけど、本当にね最近ハマってる。 YouTube もだけど、はい、ここは止まりますトゲが飛んできてるサワのライブ、あーごめん、あー止まらなかったらよかった見てなかったな、後ろちゃんと私がぶつかっとけばよかったな、あのウェリオのやつは見てなかった。いやトゲ譲りという感じです。ヨッシーさん譲ったつもりなんだけど、あとあのメリオの人が早かったからな私とヨッシーさんで前固めとけばよかったな、ちょっと失敗しちゃったかなこんな感じのマリオカートなんだというゲーム、1個投げてみるか自分が引っかかっちゃう、危ない。これでトゲ待ちですね、あのキノコ持ってるから。あ、そろそろ笑うセールスマンのねちょっと話はもう終わろうと思っております。ももクロ福蔵の実で走ってるけど、まあ概要欄の言いたいことは言えたから失敗しちゃったか、普通にトゲ譲りとかじゃないよなはい、で私が一番印象に残ってる笑うセールスマンの回とか話そうかなんか伝言ダイヤルみたいな、なんて言うんだろう、手帳を拾ったやつが一番私結構羨ましいなと思ったりとかしました、ね、スピードさん、あの名前に反して一番遅くなってる、折っちゃったのかな。いや、あの手帳、あ、バナナ、これ自分のやん、いや、びっくりした自分のライン上に置いたらまずい。であとちょっと夜なのでね、いつも通り小声実況になっています。防音部屋とかもね欲しいなとは思うんですけど、なかなかちょっと見たら100万かかるかもな、でなんか誰かに当たっちゃったのかな。なんかスーパーファミリーコンピューターレインボーロードね連投してる人がいるんですよ。だからまあしょうがないです、走っていきましょう。まあ、マリオカート8だったらさ4つの中からさ1つ選ぶとかなんか対策はされてるんだけどね、私ちゃんともうマリオカートやろちょっと雑談みたいなのやめて、もう独走するよ私は、こんな感じでインドにしてって言って、私もう3週間ぶりぐらいなんだよね
いつものマシンと違うからね、カートが。ほら、キノピオンやってると。いや、前、上後ろに行ったからな。ここでね、当てたいんだけどさ、ここね、結構、なんていうの、みんなね、警戒するんだよね、真ん中。ほら、当たらんでしょ。みんなちょっとわざとラインをずらしたりとかするから、こことかにも置いても。だからさっきのキノピオさんが油断してる時にね、投げてみました。で、私のあの緑コーラのおかげで、キノピオさんが大会。ダメだ、サンダー持ってるから。あの、緑コーラ捨てました。持ってたら、これ装備したらね、私やられちゃうかな。危ね。これなんか、スタイルパックがおかしいっていう時もあるかな。時がこんな運がいいね。後ろがこんな感じになってるの。着地ドリフトとかやっていかないといけない。最初は笑うセールスマンに興味があって、あ、こんなゲームまだやってる人いるんだって興味を持ってるためにちょっと数レース走ってるんですけどね。私も5レースぐらい走るかな、いつも。はい。で、部屋が硬いんですよね。なんかすごくちょっと緑コーラ怖いから捨てとく。あー、怖い怖い、どういうけた。怖かったな。で、2位の人はちょっとキノコ保持してるね。時計塔が来た時のために後ろが荒れてたのかな。また同じコースになりました。ただ救いなのはさっきミラーだったって感じで、いや、これがミラーなのか。いや、どっちがどっちか忘れちゃったな。これミラーか。ミラーっていうことが助けみたいな感じだな。バナナは最初装備しとこう。じゃあちょっと脱弾したいんだけど、脱弾力がないからな私。最初はみんなついてくるね、こうやって。ちょっと後ろ倒したいよな。ここ置いてみるか。かかる。投げて攻撃してきやがったな。いや、こう、キノピオンやってたい、ここ。ダメか。あ、でもなんか食らってる。後ろがキノコか。ちょっと外して置いてみるか。オッケー。引っかかった、ファイト。すぐじゃなくてな、油断した頃にバナナをここにも置いてあげてあげよう。後ろが赤とか引いたら悲しい目にやっちゃうけど。もうちょっと果敢に攻めるよ。オッケーオッケー、誰か引っかかってる。このヘッド。最初に出たらなんか勝てる感じの部屋ですな、これ。で、最近ね、アベマ TV のさ、あ、ちょっと後ろが赤コーラか。これはちょっと持っとこう。本当はここに置きたいんだけど。赤コーラが来た時のために。一挙放送とかあるでしょ。あれがあの結構面白いわ。だから、リゼロとかも見たよ、最近。前、無色転生にハマったけど。なんか転生シリーズ、アベマの一挙放送でやってるんですよね。だから、アベマ TV で見てみてください。で、私今、ソードアートオンラインの2まで見てからさ、次のなんかリラクゼーションがすごく楽しみなんだよね。そろそろ時来るよ。来るよ。ちっちゃこ。こんな感じか。オッケー。コーラうまい感じに投げてきたか。ちゃんと黒塗りの車とかにしたんだよね。モグロ福蔵に合う感じで。いやー、もういいよ、ほんと。今回普通のやつか。何を話す？星が綺麗ですね。でもみんな好きなんだろうな、これ。みんな選んでるってことは。多分友達同士仲良く走ってるんだろうな。いや、いいね、楽しもう。私ずっと1位取ってやるぞ。あ、今度はこの、あ、でもカスタマイズかわいい。今度はこのマリオさんが出たか。ただ私が赤コーラ引いたら勝ちみたいな感じだと。どうする？赤コーラ引いた。あ、交換するよ。じゃあ私はもう投げないで、ちょっとキノコっていうかトゲ待ちしとこう。まあちょっと1個は投げとく、これ。防御アイテム。消すためにな。後ろに投げてもよかったな、今な。キノピオさん当てればよかったな。トゲ待ちするって決めたから、ここ置いておいてあげよう。かかるかな。キノピオさんなんか、ファイアウォールか。白不正だか。でもあのエリオさん、ほらほら、トゲ来たよ。オッケー、こっちのバナナ置いてあげよう。真ん中通ったか。落ちたかな。はい、バナナ。降りた瞬間、置こうかと思ったけど。ダメだったな。この私のバナナに引っかかれ。でも、サンダー持ってんな。いや、後ろが赤コーラ持ってんのか。投げてくるか。あれ？サンダーは落ちちゃったのか。どうなんだろう。赤さん持ってるさ、いましたが。怖っ。え、2位譲ったもしかして。あの赤さん怖えな。ちょっとアイテム持っていくか。慎重に行こう。うん。バナさん欲しいな。あ、これ落ちたらダメなやつが。ここで止まる。赤さんとか赤コーラいっぱい持ってるでしょ、後ろが。バイバイって言われた。お前置くな、そこ。あれ、赤コーラさん持ってる人いなかったか。まあ、いいか。はい、こんな感じですね。最後まで部屋のメンバーは変わりませんでした。ありがとうございます。これで終わりにしようと思います。じゃあ私はね、この、スーパーファミコンピューターレインボーロードじゃなくて、こっちのレインボーロードをちょっと選んでみようと思います。頼むよ。3人に減ったけど、最初に比べたら。うわー、あれピンか。なんか変なとこついてきたな。
最後はね、ランダムで選ばれたコースです。まあ、悪がついてる。で、私は悪びでる。いや、あまり意味ない。なんか面白いこと言うかと思ったけど、ダメだ。これは、あれができるんだけど、やりません。普通に。あ、でも私のカスタマイズってハンドリング結構いいんじゃない？ほら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 。ほらほらほら。止まってくれたか。2位の人。こうやって落としの道具にはなるからな、尻尾いっぱい振って。わざと止まってもよかったな。なんで突っ込んできたんだろう。あ、コイン欲しいけど、ちょっと前に行きたいから、取らないで行こう。いや、このヨッシーさんに、時計、なんて言うんだろう。やってもらってもいいな。わざとヨッシーさんに前行ってもらうか。ダメか。いや、緑コーラ怖いな、ヨッシーさんの。ヨッシーさんの方がコイン持ってるんだな。アイテムコインの方。あ、コイン取ればよかった、今の。この2枚は回収していこう。で、ここで当てる。当たらなかったか。この着地した瞬間、結構引っかかる人多いからな。ここはここ。おい。引っかかる人多いよ。ほらほらほら。みんなも、こう置いてみて。すごくいいと思う。で、バナナも装備しとこう。このバナナさんいいね。で、この辺でちょっとずつ、コインもう1枚取りたかったけど。私が下手だった。この着地した瞬間とか結構おすすめですよ。で、引っかかるんじゃないよし。ちょっとぶつかってる。かわいい。ラインとかちょっと下手なのは気にしたい。ピンボール嫌いなんだよな、私。この挙動がわかんない。久しぶりだから。こっちに来るんか。あー、赤さんだ、普通さんが。結構みんな、なんて言うんだろう。いろいろなってるみたいな感じか。こうやって、ここでちょっと斜めにして当てる。ヨッシーさんがちょっと来るの遅いから当たらんかな。またここに引っ掛けてくる。ちょっと楽しみですね、今度が。ヨッシーさん引っ掛かるかどうかっていう。煮物です。右のバナナ見てください。また同じところに。あ、でも今回ちっちゃいバージョンだから、引っかからなかったね、さすがに。でかかったら引っかかってたかもしれない。他の人が引っかかるかもしれないな。これ私が置いたバナナ。どうなんだろう。ほらほら、今、へへーって言ったでしょ？多分他の人が、あのバナナに引っかかったんだと思う。もう投げなくていいか。コーラとか。トゲゾも来ない平和な部屋ですね。ちょっと嫌な予感する。大丈夫？あ、来た来た。噂をした。ちょっとわざとぶつかってもいいのかな。こういう時がいいって前にぶつからないと。はい、じゃあしようか。はい。ご視聴ありがとうございました。実況者は、ジョメでした。これ普通にこれ当てれるんだよね。で、跳ね返すこともできる。